おはようございますポケモンスリープを開始430日目の朝でございます。時刻は8時37分でございますえ。3連休の最終日なんですが、天気はね、ちょっと悪くて。で、今日昨日寝るのも遅くて、朝5時に起きたんですけど、もう結構体がしんどくて、まあ運動したんで、あれですけど、ちょっとね、起きの時間がかかっちゃって、二度寝して6時半とかに起きたんで、まあ、睡眠時間はその分取れたんですけど、 ちょっとね、もうちょっと早く寝れて、うーんてか、ちょっと寝るの時間か,かったのと、まあ、ようやくですね、冬物の布団出してきたんで、ちょっとね、寝る体勢が良くなった。若干風邪気味だったんで、おしよんだ。そこは良くなったかなと思ってます。で、今日テレビで30代から40代の女性ですかが、なんかこの運動不足が、おこれは アゴアジアゴジムシちょっとこれは持ってるかな図鑑にアゴジムシどういうあーいましたアゴジムシ電ジムシクワガノクワガノン ジジムシデンジムシ、これ面白いですねアゴジムシ、デンジムシ、クワガノン」っておもろ大きな顎で森の地面を掘ってす穴を作る甘い樹液が大好物大きな顎は太い枝をへし折る威力天敵のコガラスもたまらず逃げ出す、えー、これでグッてされたら地獄ってことですね今の子供たちは頭がいいからあ掘り返した血がふかふかで気持ちいいんだなる 寝方も大事って。今の子供たち。おえー、っとですね。ミューじゃなくて、えー、っと、EV の進化のエスパーですよね。今僕これなんですよ。エえニゃ。エーフィーだったかな。エーフィーじゃなかった。違いましたっけエスパータイプですよね。合ってた。成長。ピク。 どれに進化するのかなと思ったらエイフィーになって「いや,いや,いやエイフィーいいんですけどエスパータイプ多いねん」って思ってて「えー、と空気の流れを読むと読む通ることでてこれから天気相手や動きは全て明かると」あなるほどね。よくこうやって相手の動きを読める人があボクサーになれば最強だよねっていうのが昔悠々白書でありましたからね。でもその 相手の動きを読める敵をどうやって倒すかって言ったらストレートでぶん殴るって言って相手が読んでくるって分かっても殴れる避けないみたいなねうん夜の戦い苦手なんでフクロウの逆ですねでも人間としてもなんか夜が苦手だから早く寝ちゃおうっていいですよねコイルレアコイルねなんか夜型で夜が得意だからってなんかそっちの方がいいよねーみたいなでえっ、ー、とコラッと。 だ,ったらったね、だから本当は夜型がダメで朝型人間でなんか意識高いねみたいなあれ罠ですよねメディア業界からしたらやっぱ遅くまでバラエティーとか見てもらいたいと思うんでで朝はニュースとガラガラちょっと待ってねガラ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 カラガラガラか。 進化して被っていた母親の骨が一体化してその上凶暴な性格に骨は大事な武器ブービランドでエモネに気絶だカラカラの時はマスクがあってなかったけど今だったらマスクがあってもう一体化しちゃってんだねヤドンヤドランとヤドンとあの進化先が2つあるんだよね今結構ポケモンハートゴールドで用使ってますよでこれがあ 進化前でまだこれがマスクが合ってないわけですねでこのマスクが母親のマスクでそれが合って新成長するとちょっとずつ合っていくってことを言いたいってこと確かに全然違うなすごいチャンスだらけだ確かにこうやって揃ってみるとマスクのサイズが違いすぎますよねマスクのサイズ違いすぎ問題 ここにここぶっ込みたいよねまあ、ちゃまあ、チャンスはいっときますかあと2個かうーんまあ、でもチャンス 保管せようかな購入というかスリープポイントがねアホほどありますからこれ大事ですから何だったらこを今。 エーフィー出てるからチャンスじゃなくても AFE にぶっ込もうかないつ出てくるかわからんすからちょっと待ってねこ,これは一発でしたっけマスターサブレイは一発でいけるんでしたっけ一発でいっていいもんなんかい ちょっとスーパーパマスターでもいいんでしょうけどどれくらい ?3 かでもしかしたらハイパーサブレイってハイパーとスーパーってどっちが上なんてちょっと僕は常々思ってますからねこれ大成功だったら捕まえれたのかまあ先は長いですね お腹いっぱいになるまで突っ込むか大ぐいっすか、ね、おーやっぱ体が大きいからおきたさっきねこれがあったら熱かったんですけどおお腹いっぱいまだいけるでおきた あと2つお腹いっぱいならなきゃいけるんじゃねこれでお腹いっぱいだったらこれあとい杯おいやらかしおった運営見てるわ絶対今運営見てるわそんなやらすかよっていうのが透けて見えたね マジでやられたわまあ次の楽しみにしときましょう絶対見てた運営が絶対見てた絶対見てたそんなやらすかよって思って嫌がらせ受けたわしかも相手ンがサブレ行ったからめちゃめちゃなことになってるっていうね うんちょっと待ってくださいねサプレを捨てるわけにはいかないしなまあ夢のかけらでもうん枠を増やすか結局は。 結局はね雨とか持っとくといざはこのキャラクター育てたいなって時に活用できますからもったいないっちゃもったいないですけどまあたまりゃいいんでへえそんなんがあるんだ絶対運営見てるからねうん自由研究で出したろうかなあと一個で レベルアップというか捕まえれるよって時に大概おやった S タイプ1日なってなかったっすけど自由研究出したろうかなあとレベル1で上がる時に大概お腹いっぱいになるもうデザート出してはデザートは別腹みたいな感じでなんとかならんのかと。 本当にあるらしいですからね別腹っていうのはなんかこう食事しててデザート的なのを食べようとするとなんか胃が本当にそのスペースを空けるらしいですね別腹ってあるらしいですよその医学的にま、なんかそんな夢のことを壊すなよっていうのはあるような気がしますけど いやそういうことじゃねえだろうとは僕は思ったりしてんで結構事実的なことをね知ると面白いなと思うんでフェイクとかなんか陰謀論みたいなのはまあうーんまあそういう考えは面白いなとは思うんですけどなんか辻褄つまがあったりしますからねフィクションと言いますかまあそういうなんか小説の世界の中でいいかなみたいな。 パラレルワールドですからだから平行してる世界でその陰謀論が成り立ってる世界観と自分たちがいる世界軸ってのをまあ合わせていくみたいなだからポケモンのいる世界がもしかしたら世の中にあってそれの平行世界になってる可能性ありますからねそういう意味で言えばだポケモンを知ってる人とポケモンをやってない人で世界軸ってのはずれてるっていう考えもできますからね はい、といととうことでね、えー、今日ちょっと天気悪くてこう寒暖差があるんでねちょっと体調には気をつけていきたいと思うので皆さんもね風にはお気をつけください。あとあと1個で満腹になって自由研究で出したのかなって方は是非ね、えー、結果を知りたいです。